タイの首都バンコクのショッピングモールで7人が死傷する銃撃事件があり、14歳の少年が逮捕されました。普段はですね、ここ駐車場に向かうための道路なんですけれども、まあ、ご覧のように警察車両、救急車両が多く詰めかけていますので、今、通れなくなっています。3日、バンコク中心部のショッピングモールで男がいきなり銃を乱射しました。現地警察によりますと、銃に撃たれ中国人観光客とミャンマー人の合わせて2人が死亡し、5人が怪我をしたということです。เหมือนเสียงปืนหรือเสียงอะไรไม่รู้ครับ2ครั้งใช่แล้วคนก็เริ่มวิ่งพอรู้ทีหลังว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงก็ตกใจ警察は現場で銃を持っていた14歳の少年を逮捕しました。少年は人を撃てという声が聞こえたと供述しているということで、警察が事件の動機などを調べています。